8月20日木曜日、全国のゲリラ豪雨情報をお伝えします。こちらは今日いただいたリポートになります。和歌山県からいただきました。山沿いを中心にもくもく雲が広がっているということでいただいておりましたが、今日は高気圧に覆われることですね。広く日差しが届いて雨雲の発生するエリアだいぶ少なくなっておりました。ただ明日はですね、こちら雷雨発生確率見ていきますと、東日本から西日本の内陸や山沿いの地域を中心に雷雨発生確率が高くなっているような様子です。では実際に降水の予想を見ていきましょう。お昼頃から内陸や山沿いの地域で所々雨雲が発生し始めます。また午後の時間帯14時から15時、また夕方をピークに雨の降るところが多くなりそうです。ただ雨の降るエリアは山沿いを中心に平野部で雨の降ることはなさそうです。21時頃にはようやく雨雲も少なくなっていきます。明日も午後から夕方にかけてのゲリラ豪雨に注意をするようにしてください。20日木曜日、ゲリラ豪雨情報をお伝えしていきました。